秋田市南部公民館旧南部公民館の跡地に建設された南部市民サービスセンター別館秋田市南部市民サービスセンターは秋田県秋田市小野場にある複合公共施設。愛称は南ピア。略称は南部 SC。秋田市では2009年会館の西部市民サービスセンターを皮切りとして市内7カ所に市役所の窓口、公民館、 子育て支援等の機能を複合化した市民サービスセンターの整備を進めており、本施設は2014年5月12日、小野場地域センター、南地区、コミュニティセンター跡地に開館した。市民サービスセンター設置とともに、既存の公民館が廃止された他地区と異なり、南部地区では市民サービスセンター開設後も南部公民館が 本施設の別途扱いとして掃除され、2施設で南部地区のサービスセンター機能を確保するものとされてきた。従って本施設は市民サービスセンターの中で最小の規模である。2016年に南部公民館が廃止され、解体後の跡地に2018年7月に南部市民サービスセンター別館が整備された。ありがとうございます。